展開なウェブアプリケーション教室ということで、お話しさせていただきます。まず、簡単に自己紹介させていただきます。本名は太田翔吾と申しまして、ネット上では、OSRX IT をよく使っています。仕事の方はクックパッドに勤めていまして、技術部の開発基盤グループというのに所属しています。開発基盤というのはどういったものかちょっとイメージしづらいかと思うんですが、他の、クックパッドのサービスを開発しているエンジニアたちを、支える仕事というのをしています。クックパッドでは、Ruby on Rails なんかを使って、開発をしているんですが、その Rails のバージョンアップといった、その社内ツール、開発のためのツールのメンテナンスとか、そういったことをしています。コミュニティ活動としては Google Chrome の API ゲストパートというのをやっています。スキルとしては、JavaScript が主に得意で、クロスブラウザとか、いわゆるバッドノーファイ的なものが結構得意だったりします。で、今日は、軽快なウェブ開発というのをテーマにお話したいと思っています。軽快って何なのかみたいな話から、そのスタイルでやるために何が必要なのかとかといった話をしつつ、最後まとめという形に流れていきたいと思っています。で、裏のテーマは、ここで表に出してるんですけど、将来が不安ですっていう感じでいこうと思ってます。で、将来が不安っていうのは多分その皆さん共通で、ある程度その人それぞれだと思うんですが、将来感じてるところなんじゃないかなと思います。で、そのみんなが感じるっていうのはどうしてかっていうと、やっぱ環境的な要因があるからだと思います。その多分ここに今日集まってる皆さんは IT 業界の方がほとんどだと思うんですが、IT 業界っていうのは歴史が浅くて、その10年後20年後っていうのがどうなるかっていうのは全然予想がつかないと思います。その逆にこう10年後20年後が予想ついてしまっても、それが本当に面白いのかっていうのがあるんですが、将来が分からないっていうところですよね。で、この業界やっぱり新しい技術がどんどん出てきていて、逆に我々はこうだんだん年を取っていくしかないわけで、そういった新しい技術についていけなくなるんじゃないかというような不安もあると思います。要するにこの環境要因が結構大きいと思います。で、変化の多い環境っていうのは、そういったデメリットもありつつ、ただ、それがメリットでもあると思います。メリット、の話をちょっと、からそれるとはそれるんですが、慣れと記憶の関係というのがありまして、皆さん例えば、就職したり、転職したり、もしくはそれに応じて引っ越しをしたりとか、そういった周囲の環境の変化、大きな変化を行があったときに、その体感的な時間というのがすごく長く感じられたことというのも経験あるんじゃないかなと思います。新しい環境に慣れるまでの間というのは比較的こう時間の密度が高く感じられるんじゃないかなと思います。で、おじゃねえの法則というのがありまして、これは、例えば5歳の人にとって1年間というのは人生の5分の1なんですが、例えば50歳の人にとっては、その人生の中の50分の1の時間でしかない。そういった差によって、体感的な時間というのが相対的に長く感じられたり短く感じられたりします。もっと簡単に言ってしまえば、こう1時間をずっと同じ作業だけしていたときって、その作業をしていた記憶しか残らないわけで、それに比べていろんなことをした1時間とは、その1時間のミスは全然違いますよね。そういった、新しいことを、
新しい環境だったり新しいことに挑戦することで、自分たちのその経験をより濃いものにすることができると考えられます。ただし新しいことだけやってればいいのかってそんなことは全然なくて、同じようなことを繰り返す、経験をより深く、探っていくことでここから得られる高い技術というのがあります。その上を踏まえた上で、展開であるというのは新しいことに挑戦するフットワークの軽さを、一つただ単に 軽く投げるだけじゃなくて、より本質的な学習、高いスキルを得るための、より深い勉強というのをしないといけません。というわけで、それを踏まえまして、警戒であるたびにどうしましょうという話をしたいと思います。ではまず第一に、トレンドを知りましょうというのが第一のテーマですね。で、やっぱり英語を読めるようになるっていうのはすごい大事なことです。技術情報っていうのは大体英語の情報が多いですし、その英語をその例えば留学とかして何年か留学とかして本格的に英語を勉強するとか、TOEIC で900点以上目指すとか、そういった本格的な英語の勉強をしましょうという話ではなくて、最低限技術的な情報を得られるように、つまり読めればいいということですね。読んで理解できるレベルまで英語力を高めましょうというのは非常に大事なことです。それだけで、得られる情報というのは情報の量というのはその格段に本当に桁違いに変わってくるので、まあ、その読めるようになるっていうレベルまで、最低限読めるようになるっていうレベルまで習得するのは絶対難しいことではないので、ぜひ、挑戦するべきだと思います。でもう一つは、コミュニティに参加することですね。これは今日皆さんすでにこのカンファレンスに来ていらっしゃるので、まあ、状況的にはもう完全にクリアしていると思うんですが、こういったところで、新しい情報をどんどん得ることができますので、まあ、コミュニティに参加するのも非常にトレンドを知るという意味でいいことですね。でも続いて、自分の興味をしっかり把握しましょうとですね、最近だと Android アプリだったり、iOS アプリだったり Android アプリだったり、で個人の開発者が結構活躍していたりしますし、特にソーシャルゲームの方では、小規模から大規模まで結構いろんなプロジェクトが動いていたりします。また、最近のグラフィック系の、つまりユーザー側のフロントエンドの、エンジニアがいたり、統計解析とかインフラとか、ユーザーから大学こういうバックエンドを支える技術者もいたりします。そういったように技術者の活躍の幅はすごい広いので、もう自分の興味を持っていて、かつそこで活躍できる、場所というのはきっとあると思います。その自分の興味があって、自分が得意でそれにマッチしてさらにそれが利益につながるようなことがしっかりあれば、それを突き詰めていくのが一番いいですね、当然ながら。で続いて失敗を恐れないこと、100% の失敗とは失敗を恐れて何もしないことといったことを言われますが、何かに挑戦することで、それによってそこから学べることっていうのは必ずあります。その挑戦しなかったら
挑戦しないっていう習慣がついてしまって、しまうとそこから、まあ、学べなくなってしまう状態になってしまいます。簡単に満足しないことで、例えば自分のやりたいこと、何かウェブサービスを作って何か、ユーザーにサービスを提供したとします。で、まあ、案外簡単な方法で実現できてしまうかもしれないんですが、ライブラリーとかフレームワークに乗って、まあ、簡単に実現できてしまったとしても、実際そのサービスを、そのサービスで本当にユーザーが満足しているのかと考えて、そのユーザーを満足させるためにいろいろ工夫をしようとか考えてくると、ライブラリーとかフレームワークに乗ってるだけでは足りなくなってきたり、まあ、すぐすると思います。皆さんも経験があるんじゃないかなと思います。そういったふうに、簡単に満足せずに工夫を凝らしていくことで、そのより深い技術を身につけることができると思います。で、その今までちょっと、心構え的な話だったので、少し実践的な話に入っていきたいと思います。で、実践する上で、まあ、HTML5 の話なので、HTML5 といえば、まあ、いろいろあるわけですね。ただ、いろいろあって、自分の得意なやつは何なのかっていうのを皆さんもちょっと、しっかり考えてほしいなと思います。で、その上で、トレンドを試す、簡単に試してみるというのが一番いいと思います。で、どういったトレンドがあるのかというのを、知る場所として、おすすめが JustDoIt というサイトです。カヤックの方、JustDoIt カヤックさんのサービスですね。こちらのサイトでは、HTML5 だったり、JavaScript だったり、CSS だったりの、を自分たちで書いて、書いたコードを共有して、その他人の書いたコードを公布したといったことができるサービスになっています。もう結構ご存知の方も多いかと思うんですが、実際こちらのサイトには、HTML5 とかのいろんなサンプルも載ってますし、ここで流行っているものというのは今のトレンドといっても過言ではないと思います。で、ここに上がっているものは全てソースコードを読むことができますし、まあ、自分でそれにちょっと手を加えて試してみることもできます。まあ、ちなみにここでこう作品をいろいろ公開して活躍していると、スカウトのスタートから声がかかるという噂もあったりします。まあ、JustDoIt の方は、JustDoIt の方はソーシャル的な要素が強いので、もう少しこう書き捨てのコードなんかをこうちょっと書いて試したいみたいな時は JS Fiddle なんかを使ったり、とパフォーマンスについてちょっと調べてるなと思った時は JS Proof なんかを使うといいと思います。で、いざ開発するっていう時に、何か作るって時に効率的な方法というのを知っておかないと、まあ、すぐつまずいてしまいますし、飽きてしまうんじゃないかなと思います。最近ですと、JavaScript を、書くツールとしてコーヒースーツだったり JSX、X、DART なんかがあります。JSX は次の DNA さんの、コメントでお話があるんじゃないかなと思います。あと CSS のを書くためのツールとして SAS だったり BASE だったり STYLUS なんかがあります。で、開発環境として、
欲しいのはやはり Mac です。Mac ですと Homebrew を使うことで、Node.js だったり、SAS を使うための環境、そして Ruby を手軽に用意できますし、Node 上で NPM を使えば、JS イントだったり、コーヒーリントだったりとか、まあ、そういったデバセリット開発を助けるためのツールをいろいろと手軽に使うことができます。あとおすすめはクロージャーリンターっていう、Google の、リントツールがおすすめなんですが、ただこちらは、インストールをちょっと、Python に依存しているのでちょっとインストールは無用です。あとホームルーでインストールできるようにしようという動きもあって、まあ、割とすぐ取り込まれそうなので、まあ、ホームルーで、やはりホームルーを使って、いろいろな開発環境を用意できるようになっています。エディターについても少し触れておこうかなと思います。まあ、ただ、エディターはおそらく、使い慣れたエディター、まあ、具体的に言うと Vim とか Emacs とかを使っている方も結構多いと思います。まあ使い慣れたものがやっぱり一番いいと思うので、については特に触れないんですが、ただ、これだっていうものがない方がいらっしゃるのであれば、WebStorm だったりサブライムテキスト、なんかもおすすめです。特に WebStorm の方は、JavaScript を書く人にとってはすごい便利なツールになっているので、ぜひ一度試してみていただければと思います。実際開発をしてみて、何かいろいろと学ぶことはあると思います。でその学んだことというのをぜひ、テストを書いてみたりとかドキュメントを書いてみたりとかといったちょっと違った視点での、アウトプットをしてみてほしいです。それによって、作ってみたもの自分の作ってみたものもまた違う見方で見えたりしますし、後で自分のためにもなりますし、他人のためにもなると思います。で、ここでちょっと JavaScript のテストの話をしたいと思います。JavaScript のテスト、まだまだ一般的ではなくて、結構テストしにくいところがあるので、実際 JavaScript のテストをちゃんとやってるって方は、あまり多くないんじゃないかなと思います。で最近、まあ、メジャーのフレームワークとして、メジャーというか、個人的なおすすめのフレームワークとして、ジャスミンとモカなどがあります。で、JavaScript のテストをどうやって実行するかというのが結構問題になってくるんですね。ブラウザ上で動く、JavaScript は基本的にブラウザ上で動くものなので、ノードレスとかだったら楽でいいんですが、ブラウザ上で動く JavaScript をテストしたいというときに、なんかブラウザを用意してテストを動かしてっていうのは、この手間なので実行させる機会がなんか減ってしまうんですね。でそのために用意するのが、Headless と呼ばれる、ブラウザの本体を直接用意せずに JavaScript を実行できる環境ですね。有名なもので、キャプグラブキットだったり、ファントム JS、ジャスミンヘッドレスキットというツールなんかもあります。おすすめは、キャプグラブキットですね。ファントム JS は、テストを動かしたりのツールというよりは、JavaScript でいろんなことができる、その、まあ、おもちゃのような、ガジェットのようなものなので、まあ、テスト向きというわけではないです。まあ、ここまで来たらさらにぜひやりたいのが、ヘッドレスで JavaScript を動かしてテストを動かしてそれを CI に載せようというのが、今日のメインテーマですね。CI というのは、継続的インテグレーションというものですね。コードを触ったら速やかにテスト、もしくはビルドを行って、その作業に問題がなかったのか、即座にフィードバックを得るという開発サイクルを行う開発手法です。
この行動を触ったら速やかに S を行って、でその結果どうだったのかっていうのをすぐにフィードバックして得られる。このサイクルを行うことで、デベロップしていくっていうのがまず大きな目的なんですが、これを複数人で行うと、自分の触ったところで他人のコードが、他人のコードに影響を及ぼしてないかとか、逆に自分が開発しているものが他人にこぼされてないかっていうのを、常に確認ができるんですね。そのサイクルをちゃんと回すことで、新しいことへの挑戦ができるようになります。新しいものをどんどん開発していって、もしテストを書かずに新しいことに挑戦したら、当然失敗、何かデブレしてしまって、何か問題が起きて、じゃあちょっと新しいことを開発やめて、メンテナンスしましょうって話になってしまったりしますよね。そういった感じで、デバセットの開発において、新しいことに挑戦するために、CI をうまく動かすことがすごい重要です。これは JavaSuit に限った話じゃないですね。一般的な Web アプリケーションの開発、Web アプリに限らずアプリケーションの開発においては、CI をちゃんと回すことで、開発のスピードを圧倒的に速くすることができます。その CI として今おすすめなのが、トラビス CI というものです。ちょっと GitHub と完全に連携しているので、利用できる、範囲は若干限られるんですが、その GitHub、皆さんご存知かと思うんですが、Git を使った、ソースコードリポジトリ、ウェブサービスですね。トラビス CI を使うと、GitHub に公開している、主にオープンソースのプロダクトについて、簡単に CI を動かすことができます。本当に GitHub 上で、サービスの連携が、の仕組みができているので、GitHub でちょっとした設定をするだけで、CI が動くようになります。どういったものなのかっていうのは、サンプルちょっと見てみた方が早いと思いますので、すいません、マシンが違うので、こういった感じで、いろんなプロジェクトの、テストがここで実行されています。誰かがコミットをすると自動的に、コミットになりますね、プッシュですね。それがプッシュをすると、自動的に、テストを回して、その結果が開発者に知らされるといったふうになっています。リポジトリに、このトロビス .yaml というファイルを置いて、GitHub 上で、サービスフックを使って、連携の設定をするだけ、本当に簡単な手順で、CI に入れていきます。その環境で何を動かすのかという話を、続けしたいと思います。はい。Rails における、JavaScript のテストということで、今日はちょっと、失礼しました。
Rails ではこういった、テストの環境というのが非常に整ってまして、フレームワークとしてもサポートしますし、周辺のテスト周りのサポートが非常に積んでいます。で、その Rails 環境における JavaScript を含めたテストというのをどうやっているのかというのを簡単に紹介したいと思います。で、まあ、単体テストは結合テストがあっているところはあるんですが、今回は、まあ、単体テストというのはどちらかというとライブラリー向き、まあ、必ずしもライブラリーで使われるわけではないんですが、ライブラリー向きなものなので、今回は結合テストの話をしたいと思います。 Ruby、RStack、 これは RStack のコードなんで、ちょっと馴染みがない方も多いかと思うんですが、ざっくり言って仕組みは非常に簡単で、まず、ビジットって書いてトップページにアクセスさせています。で、フォームに対して、フィルインでテキストを入力してくださいと命令して、で、クリックボタンというので、ノクリンボタンを押させる。で、その結果、まあ、ここ、本来だったらパスワードとか入力するべきなんですが、そのまま省いてしまって、その結果、ログイン状態になるといったテストを書いてます。で、この中で、実はこのフォームが JavaScript で動いている、動いていたとしても、ちゃんとテストを動かすことができます。ログインが JavaScript でテストを動かないというのは本来なら結構問題なんですが、それは気にしないでください。で、手順というのは、これも非常に簡単で、gem ファイルという Ruby の、gem を管理するファイルに、JavaScriptなどを追加して、で、ジャビバルのそのドライバー、つまりそのテストを走らせる対象ですね、ドライバーを WebKit に設定し、あと、まあちょっとデータベース周りのところでちょっと、やらないといけないんですが、まあ、手順としては、作業としてはこれだけを設定をするだけで、CI 上でも、JavaScript を含めたテストが動くようになります。まあ、これで簡単でしょって言われてもこうあまりイメージできないかもしれないんですが、まあ、実際本当にこれだけで動いてしまうので、まあ、興味があれば試していただければと思います。さらに今やったのは本当に結合テストなので、その、まあ、ユーザーのアクションをテストすることができるんですけど、もう少し細かい JavaScript レイヤーでもそのテストも書きたいというケースが結構あると思います。つまり単体テストよりの方ですね。だ、単体テストを書けばいいじゃないかと思われるかもしれないんですが、そうすると、JavaScript をどこから切り離した状態で書かないといけない。これは非常に難しくて、というか、まあ、リピートしてしまうと面倒なんですね。JavaScript って基本的に DOM 操作がほとんどなんですね。特にウェブアプリケーションにおいてはほとんどのコードが DOM を操作するコードだと思います。そういったコードをテストするのって、結局 DOM を用意しないと、つまり ACL を用意しないとテストができない状態になってしまいます。ではテストのために ACL を用意してとなって、そのサンプルもこう用意しましょうってやってると、じゃあちょっと ACL 側が変わって JavaScript も変わって、テストが動けるようになりました、もうこう更新を知らせてテストが動けるようになってしまいましたって、そしたら今度モックのメンテナンスっていう作業が発生してしまって、まあ当然面倒ですよね。ではやっぱりその実際に使っている HTML 上でテストが動いてくれればいいわけですね。そのための方法として今の、Rails の、動かしで結合テストの仕組みをそのまま使って、
JavaScript の単体テストファイル、この、この辺のファイルですね。JavaScript の単体テストを、この RSpec の客からの、API で、Execute Script というのがありまして、そのページに、そのページ上で JavaScript を実行できるんですね。その機能を使って、この単体でそのコードをその後から突っ込んであげればいい。そうすると、そのページ上でこの単体テストが動いて、当然そのページにはちゃんと DOM HTML があるので、JavaScript のテストができるようになります。まあ、ちょっと、実際テストを動かすには、その、でもこれだったら、チャイとか、モカとチャイというフレーム、JavaScript のテストフレームワークを使ってるんですが、そのテストフレームワークに、ようにちょっと手を入れてあげないとうまく実行できなかったりはするんですが、まあ、その辺は、ここにサンプルもありますので、そういったものを見、やりながら、参考にしながら、テストが実行できるようになると思います。で、まあ、さらに言うと、これが CI でちゃんと動くわけですね。で、その CI で動いているところのデモを本当はやりたかったんですが、まあ、今日は残念ながらマシンの都合でできそうで できません。まあ、こういった感じで、テストをしっかり動かしながら、開発サイクルを、しっかりやっていくことで、新しいことに挑戦できるその環境を用意することができます。はい、というわけで、まとめとして、将来のことは、分かりません。ですが、こういったようにその分からないからこそ、いろいろ挑戦してみることができるので、柔軟にいろんなことに挑戦できるように、環境をしっかり課題を作りましょう。まあ表のまとめとしてはこんな感じなんですが、まあ、将来が不安についてもう少し。私はたまたまこう JavaScript が得意で、HTML なんかが好きで、まあ、こうしてここで皆さんの前でお話しする機会を得ています。でただやっぱり10年後20年後とかどうなってるか全然分かりません。でもそれに対して何もできないのかというとそんなことは全然ないと思っていて、というかまさにこうやってこうSL5 とか JavaScript とかを普及させるようなこういったコミュニティ活動を行うことで、その自分たちの将来というのを確かなものにできると思っています。こういった勉強会に参加したりとか、と自分で勉強会を開いたりとか、まあまあ、今からブログを書いたりとか、まあ、それにその補足のコメントをしたりとか、教えだったりとかということをすることで、その我々の自分たちの得意な分野についてより盛り上げていくことができると思います。まあ、そうやって、活動をしていくことで、その将来、まあ、確かな将来というのを多少ないとも
自分のいい方向に持っていけるんじゃないかなと思っています。まあよく言えば今日ここで、今日この話を聞いてくださった方の中で、自分でその競技を掘り下げていって、まあ、来年には逆にここでお話しする話をするようになってくださっていただければすごく嬉しいですね。というわけで、私の発表は以上です。それでは本セッションに関しましてご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。
とした完全なテストではないんですが、アプリケーションとして正しく動いているかどうかというのは少なくとも保証できるので、それを何ていうか技術基準にするかどうかという話だと思います。ありがとうございます。まだあと1人ぐらい質問のある方いらっしゃいますか。それでは質問もないようですので、ちょっとお時間早いんですけれども、これで本セッションを終わりにしたいと思います。最後に太田さんに再度お願いします。